シャララシャララララ日曜日よりの下。乃木坂46、36枚目シングル選抜予想。さあ、この季節がやってまいりました。夏ですよ。夏曲ですね。そうです、毎年乃木坂46、まあ、夏曲出てるわけですが、うん、はい、前回去年井上凪ちゃんセンターで、うん、今回は誰だと、しかもドームツアーですから。いや、そういいね。こういう感じの曲になって、いや確かに、誰が今回の真夏の全国ツアー引っ張るのかって話ですわ、うんうん、ですわ。いつも通り、はい、皆さん選抜予想動画というものを作ってきてくださったと思うので、はい、そちらの方を見ていきたいと思います。はい、さあ、それではじゃあカメラマン君の選抜予想動画見ていきましょうか。よっしゃ、ちょっと僕今回予告みたいな感じですね。予告、なんか映画の予告とかよくあるじゃないですか。はい、YouTube ありますね。そんな感じで見ていただけたらなと。選抜予告みたいなね、はい、あ、まあ1分ぐらいですけど、はいはいはい、見たいと思います。はーい。おお、え、処刑や。え、グリブル、うわー、なんじゃこりゃ。えすごいやん。何？は？なんじゃこりゃ。うわ、すごい。チャンピオン。え？あ、チャンピオン、チャンピオン。おお。すごいやん。なんじゃこりゃ。うわ、うわ、うわ、うわ。え？え？止まれ。若い子に出すし。え？なんでそれがわかんねえ。うわ、あったけど、今度さんに怒る。わけも出すし。うわ、すごいやん。もうですね。えって何これ、キッシーパーみたいな。ウィーレのガチャやん。チャキやカキ。すっげえ、いろんなとこから引っ張ってきて。ああ、はいはいはい。終わり。センターだけ、センターだけ、センターだけ。けチャキ、チャッキー、まあ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 、ありそうですけど。いや、全体的には良かったけど、途中のあのウィーレいらんかったなぁ。あれちょっとサボった。あれなんなん、あれなんやんか。いやでも素晴らしい、素晴らしい、いいよ、いいと思います。確かにチャッキーはスキロックとかでもやってたから。なんか俺の中では今の乃木坂夏女と言ったらチャッキーちゃうかなと。マジ、あのスキロックで結構印象深かったから。確かに確かに確かに。夏女といえばもうカッキーということで、カッキーがセンターね。いやー、ありそうやね。夏かこう夏ここなで有名な、ウィズキングいきたいと思います。どこで有名。早速、はい、私の、はい、壮大な作品。壮大、これ映画かな。もう正直2時間ぐらいあんのそれ。申し訳ないです。1分です。1分かい。違う、46秒。短い。すごっ、すごい。狙ってる。あんま言うな、言うな。狙ってる。絶対たまたまや。いきます。はい、ゴー。2017。センターはこの子。お前さんにセンターは務まるのか。写真集出すの。えあんたセンターなりたいからって今野さん脅してないでしょうね。むしろ脅されてます。ちょっと似てる。あんたならできるや。ちゃんとしろ。乃木坂がついてる。君がこの曲のセンターなんだろ。頑張れ。はい、よろしく。あんにゃっしゃっしゃっしゃっ。ひどい。人類の未来をかけました。お、いいよ乃木。うわー、お、出てる。止めて。え、止めて。これセンター井上凪、裏センター岩田結衣、十一福神、遠藤桜、柿春子、久保塩見、川崎桜、目沢梅、幸せに行く、鈴木奈央。奈央の方ちゃうくない。ほんであれ怖い。今日ということで、はい、はいはいはい、兄弟楽曲も今回乃木坂が務めます。うお、乃木坊主、乃木、あ、そう。今回の兄弟曲かき氷は溶けないきます。まあまあ、ありそうやな、なんか。はい、はい、あいき、俺のママ、はい、出してくれるんや。はい、今回乃木坊主の給料は、給料マミーから出ます。もうちょっとスポンサーみたいな感じなんや。ありがとうございます。で、6月30っていうのはこの選抜発表される日が俺の予想。あ、なるほどね。うん、はい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 、以上です。
壮大やったな。確かに確かに、ありがとうございます。いや映画みたいやったな、確かにね。ということで、はい、はい、ちょっとお二方とも、はい、まあマジでありそうやったんけど、はい、やっぱここでグッと力入れて、はい、ちょっと変化球で振るんちゃおうかなと僕は思ってます。おそんな僕の選抜予想、はい、こちらです。かっちゃんのせっせっセンター、せっせっセンター、せっせっセンターって何です、そりゃ厄介オタクの武田鉄矢。ちょ、何言ってんの、何言ってんの、もう地蔵はもうライブ来なくていいんで、次からコールできる人だけ申し込みできるように生まれてくれ、お願いしまーす。なんなんですそりゃ、もうどこにでもやる、レッツゴー乃木坂。行くぞラスボス、レッツゴー小林幸子、レッツゴー、ラスボスやけど、レッツゴー小林幸子、レッツゴー、出すな、レッツゴー、あなんなんじゃそりゃ、うん、スッスッセンター、スッスッセンター、なんなんじゃそりゃ、スッスッセンター言うやって、スッスッセンター、なんなんじゃそりゃ、次のセンターは西野七瀬。いやもう結婚したダメ、僕は認めてません。本当のセンター言います、本当のセンターはイニミニネガピカレイレイオニミカロリパパランパンプッシュです。あなんなんじゃそりゃ、疲れすぎてるって、そりゃちょっとセンター、そりゃそりゃほんまですあります、はよせ、スッスッセンター、スッスッセンター、なんなんじゃそりゃ、スッスッセミア、スッスッセミア、レイちゃんじゃそりゃ、セイミアと坂口卒業フェス 4days 決定。何を言うんだ、なんじゃそりゃ、ツッツッツイツッツッツイツッツイヤーツッツッツイヤー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 、はい持ってます、はい。ということで次のシングル節制センターは節制セイミアです。ね、今日から卒業やん、うん、やるので、やっぱ最後に期間短っということですね。一週間ぐらいしかないんちゃう、出さしてあげてよ最後やから、うん、いやまだ確かに、まあ、そこはちょっと物議かもしてたとこではあるかもしれない、ほら許されへんわ、あんなミニライブで卒業セレモニーなんか、うん、確かにあれはちょっと違う、一人一人東京ドームでやれ、え卒業なんかは東京ドーム、うん、一人一人な、許されへんね、あれはでも確かに、あーちょっとね、うん、ということで、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、セミアレイちゃん、はい、夏、俺も夏女、うん、レイちゃんのイメージめっちゃあるね、あー太陽のようなレイちゃん、確かに、まあ、夏にぴったりちゃうかなと思うんですけどね、笑顔素敵やしね、まぁ、あ、ただ、うん、レッツゴーいらんな、レッツゴーいらん、ほんまに、なんで出てきたの、あれ、まぁ、あ、うん、まぁ、あ、ちょっとね、あのセンターキックまで心の準備というか、うん、ありますんで、うん、まあでもあれやな、レイちゃんの他にイニミニレカピカレイライオニメカチコロリパパランパンプッシュの可能性もあります、怖いって、これね、うん、イニミニレカピカレイライオニメカチコロリパパランパンプッシュがセンターの可能性もあります、それなんピカソのフルネームやりますね、長いってどっちがすわ、ね、長すぎるわ、はい、はい、ということでですね、はい、あの初見さんみたいな、ほんまにあの意味わからんと思って思うんですけど、はい、あのまあこんな感じですわ、で、うん、マジの予想はカッキー、カッキー、ナギ、レイちゃん、って来るから、どんな三段落ちやんちゃん、やらしてあげて、ほんま、うん、わかりました、はい、じゃあ36枚目シングルの選抜予想でした、はい、皆様の、はい、予想もですねコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひコメントよろしくお願いします。この動画面白いですチャンネル登録を、高評価、リグスは方針ソングにぴったりコメントお願いしますということで、次回の動画でお会いしましょう、さようなら、またまた。